暴れて大変なのだ。お休みに入り子供たちが暇をしてしょうがないのだ。でも家は家計が厳しいのでなかなか旅行とかは難しいのだ。いいことを思いついたのだ。桜餅、ちょっと来るのだ。見えるところを調べたので一緒に行くのだ。やっか。ということで秋葉原駅まで来たのだ。人が多くて人に酔いそうなのだ。頑張って行ってみるのだ。電気街口を抜けて肉の万世の向かい側にたどり着いたのだ。万世橋駅跡。万世橋駅と聞いたことがない駅なのだけど、昔ここに駅があったのだ。中央線神田駅とお茶の水駅の間に昔あった駅で、戦前の1943年まで実際に稼働していた駅なのだ。2013年にリニューアルしておしゃれなカフェなどがたくさんあるおしゃれスポットなのだ。では早速入ってみるのだ。まずは1935階段を登るのだ。その名の通り1935年に作られて廃駅となる1943年まで実際に使用されていた階段なのだ。当時のタイルそのままに歴史を感じる階段なのだ。それでは階段を降りて1階に行ってみるのだ。こちらの階段はさっき登った階段よりさらに古い、駅ができた当初からある1912階段なのだ。100年以上前の階段を降りるのは歴史を感じて不思議な気持ちになるのだ。当時の様子なども見ることができて、子供も大人も楽
しめる空間なのだ。昔は東京駅のようなとても立派な駅だったのだ。この立派な駅舎が関東大震災で焼失し、周りに秋葉原駅や神田駅ができたことから廃駅となってしまったのだ。昔の中央線の電車がいっぱい展示されているのだ。また今は大宮にある鉄道博物館の前身となる交通博物館が2007年までここにあったのだ。当時はどんなところだったのか行ってみたかったのだ。知っている人がいたらコメント欄で教えてほしいのだ。100年以上前の雰囲気を楽しめる子供にも安全な鉄道スポット、ぜひみんなも行ってみるのだ。それではまたね。